どうも皆さんこんにちは、ブラザーズフードのレオです。テツコです。ニトロです。ブリオネです。今回はたくさんお話ししたいということで、トンカツをしながらもいっぱいトークしようという回でございます。了解いたしました。だからあんまりこう、あ、いい物資拾ったとか、あそこに敵いるとか、そういう死後は慎んでください。死後なんだそれ。あの最近のコメントを見てると、あの皆さんについてのコメントとかもたくさん書いてて、コメント読んでるでしょ。俺も読んでるけど、みんなも読んでるでしょ。うん、読んでない、ね、あまり読めてない。読め読みなさい。コメント読んでるんだけど、みんなのことね、はい、一語一句ね、本当にね拾ってくれてたりとかするわけなのよ。なるほど。そうですね。あそこの展開、ああだったねとか、こうだったねって、うん、もはやもうプレイしてる俺らですら忘れてるようなね、出来事をね書いてくれてたりすると丁寧に綺麗に清書してくれてるんで、うん、なるほど。もっと多分僕たちのこと知りたいなっていう方多いと思うから、ちょっとじゃあ今回はトークも交えつつ、まあ、今までずっとトークしてないかといったらそうではないですけど結構喋ってるよ。喋ってはいますけれども、まあちょっとこのゲームやばい、うん、あ、死後ですか。あ、死後武器ないよ。え、武器ないのに敵が来てるってことですか。敵は来てない。あ、もうじゃあ大丈夫じゃないですか。死後ですね。はい。じゃあそのゲームプレイ内容に関してはもう淡々と進めていくという、淡々と、もう何が起こっても、あとか、うん、とか、この場合はもうダメ。これはどうするの。もう黙々とやるの。黙々とクールに、うんうん、笑ってた。どうしてもね、なんかあのゲームのこと喋っちゃうと会話が途切れたりとかしがちだから。あは、なるほど。ちなみにいい、うん、一つ聞いて、うん、いいよ。これどんがち狙ってんだよ、ね、目指してるよ。あ、え、何？ん？大丈夫。死後。みんなの好きなタイプから聞いていこうかな。はーい。好きなタイプ。うん、じゃあ好きなタイプと、この好きなタイプってさ、よく聞かれたりとかすると思うけどさ、苦手なタイプというか、うん、ちょっとなんか仲良くできないなーっていうタイプと好きなタイプ、両方聞こう。うん。じゃあニトロからいきます。どうぞ。お。好きなタイプは気強そうな感じ。うん、気強い、まあ実際気強い人かな。気が強い、精神面的に強いってこと。まあ気きつい顔っていうのもあるし、精神面的にきついのもまあ別に全然。別に全然大丈夫。ウェルカムね。全然全然 OK。ウェルカムね。で、嫌いなのは社交的すぎる。あの連れ回されるのちょっと苦手だから社交的すぎるとなんかこう、はいはい、疲れちゃう。なんやろ、行こう、あっこ行って一緒に絡もうみたいなのはちょっとしんどいかなっていう。意外っていう感じですね。模範解答のようでした。よかったです。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてクリオネさん。ちょっと今忙しいね。死後。早速。忙しくなくなった。ちょっと今忙しい。なんか相槌打たないなと思ったんだよな。好きなタイプは。お？お？おってこれいいんですか？今のは。あ、それも死後じゃない。ちょっとごめん。今忙しい。話の腰折るに値する感じ今の子は。私だね。ちゃんと敵を倒してたから問題ないんだよ。え、そんなのある？リアクションっていいの？そうは OK じゃん。自分はやっぱり、あ、やばいやばいやばい。ねえ、レオン今レオンさ、ちょっと敵を処理するのに集中しすぎてなかった？いや、そんなことないよ。俺ずっと聞いてたよ。絶対そうだと思うよ。だってまだ話始めてなかったから聞いてたのよ。もう上げ足の取り合いで話進まんから。まだニトロ知らないよ。真面目に答えたニトロが余計恥ずかしい。自分は、うん、なんか宇宙のこととか、うん、まあ、生命のこととか、生命そういうなんか、うんうん、物事の誕生論がすごい好きだから、そういう話ができる子が好き。なるほど、マニアック。自分の趣味に付き合ってくれる人が好きってこと。趣味に付き合ってくれるって言ったらちょっと押し付けになるけど、これなんか趣味っていうか人間として生まれ立ってる以上は、皆さん子供つく、うん、皆さん聞いてますよ、ちゃんと聞いてますよ。子供を作ったりお母さんがいたりするわけじゃない、うん、家族ね、生きていますよね、うん、生きてますよね、
うん、その生きてるっていうことの話ができるかなっていう。自分で笑っちゃってんじゃん。違う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 。ちょっとね、レオくん。何？聞いてるよ。自分の趣味に付き合ってくれるかって言ったら別に付き合ってもらわなくても大丈夫ないよ。共感できるってこと？共感ってことでもない、ね。でもない。うん。ということはやっぱり。なんか、別に俺の宇宙の話。俺の宇宙。俺の宇宙の話聞けよとか、俺の生命の誕生論について話を聞けよってことじゃなくて、そういう話が自然にできることっていう。根本的に無理な人いるじゃん、そういう会話。うん。はいはい。だとちょっと自分苦手っていう。何言ってんのみたいな感じで罵られるとちょっと困っちゃう。あ、そうそうそう。おっ、やばいやばい。おお。え、どうした？死後だよ、死後。お？どうした？頑張ってニトルさん。前方？頑張ってニトルさん。どうしたどうした？判明したよこれで。答えた二人だけお亡くなりになりました。いや多分。これ何があった？あの検問。検問か。検問ある。じゃあてっちゃん。はーい。え、好きなタイプ？そう、好きなタイプ。え、これってなんか放送できるの？いや、できないから多分、すっ飛ばすから大丈夫だよ。すっ飛ばすから。え、見た目でいいですか、とりあえず。見た目でいいよ。雰囲気とか。うん。あの、なんか、近年のケツメイシ。うん。近年の。なんだろう、あの、おじさんになってきたなっていう、彼らが好き。容姿で言うとさ、その、例えば、うん、俳優さんとかだとどんな感じなの？いや、ケツメイシなの。いや、もうこだわるな。分かった、すげえ伝わった。ちょっと余裕出てきてる感じね、大人の。なんか遊びがある人ね。はいはい。あ、そうそうそう。あとなんか変にこう自分自分って感じがしないみたいな。あ、もうそういう時代は終わってて、自然な状態が一番かっこいい感じでした。そう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 、そうね。あ、マッチョちょっと苦手なのよ。はぁ、じゃあちょっとふにょふにょしてていい？なんかマッチョ、いや本当にね、なんかレオ君目の前にして言うのも本当に申し訳ないんですけど、なんかイケメンって怖いのよ。あ、ありがとう。なんか、わかる？イケメンにエントリーさせてくれてありがとう。イケメンって怖いのよ。なんか、どういうところだ？なんだろう、完璧で怖いのよ。完璧で怖いの？前方に敵がいるよ。レオ君って絶対幼馴染だけど、私は前方に敵がいるよ。おならしたことあるって思ってるもん。前方に敵がいるよ。そう、わかる？あー、レオ君どうなの？おならしたことあるの？イメージがね。イメージね。いや、俺のおならはダイソンって言われてる。吸うんだ。吸っちゃうんだ。吸う方。あくまで出ないわけね。何やねん、あくまでって。人間やから出るわ。なんで俺がそんなおならこ置いたことも言われへんような人間やねん。え、じゃあもう苦手なタイプは、ね、さっき言ったマッチョってことかな。まあ今同時に言ったね、今ね。そうだね、なんかこう、うん、マッチョ苦手だな。じゃあさ、じゃあ、あのキャラクターのニトロさんはどうなの？あ、キャラクターのニトロさん的にはゴリラとしての、そう、ゴリラニトロ的には好きなタイプは、ね、はい。ちょっとわかんない、いやちょっとわかんないその設定、ほら、腕っぷしが効く人の方がいいでしょ。え？あ、徹子さんのあって今の大丈夫なんですか？いや違う、あなたの発言に対して。いや俺あって言われるのあれしてないけど。いや、ゴリラバージョンのニトロのタイプって聞かれてるのに腕っぷしって言ったから、え、私と同じ設定なのと。設定が一緒なんだ。いやだから、いやなんかキャラ変わってんのかな。いや違う違う、腕っぷしが強い。あのやっぱりその生存本能が大事やから、あの、ね、そうそう、守ってもらえ、子供守れるくらいの女性がいいってことですね。女性として強いゴリラ、うん、そう自分が強いのは大前提。え、ちなみに俺の方に急に来たけど、あのレオくんのやつは、レオくんの方みんなが聞きたいんじゃないの？レオレオくんの、レオくんのホットの方が、うん、当ててみな、当てよう。えっとね、やばい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 、幼馴染おったわ。怖いわ。統計から、過去の統計から、記憶が正しければね。怖いぞ。生クリームみたいに甘くて、おう。でもなんか山椒みたいにスパイシーで、わあ、なるほど。スルメみたいにこう噛めば噛むほど味がある人だったかな。あもういいとこ取るやん。いいとこ取り。でもなんか臭そうだよね、なんか今その食べ物想像したけど。食べ物のマッチはしないね、完全にね。しないね。クリームスルメ山椒だもんね。これはね、一言で一言のように、まあ、人もつけちゃダメ。
何それ、こと明るい、明るい明るい素晴らしい素晴らしい。いやでもね、はい、クロロ、俺は別にね、あのおならとかしてくれても全然構わない。私は許さない。いや、あんたのこと聞いてへんね今私が、いや私が許さないです。私が許さない、そんな、はいはい、レオくんが許しても私が許さない。なるほど、じゃあレオと付き合うためには徹子を一回通さなあかんわけ。そうなのよ、オーディションがある。そうなのよ、すごいね。レオくんの前に私を経由してこようとする人がいたっていう。あそう、難しいよね。私わかるかな、あみんな今レオの、今レオのあも今レオのあ完全に、うん、あれですよね。あは、うん、全然会話のあ。今車見つけた出たよね。違う違う、車は別にもう最初から見つけてたから。全然見つけてたよ。いきなりフォーカス当たってそんなあなんて言わないよ俺は。いや言ってたよ。レオ君結構ちゃんと集中するときしてるよ、さっきから見てると。うまいよ。信じてくれる人がいいね、自分のことを。信じてくれる人。うんうん、なるほど。あ、まあ、ね、ある種黙ってついてきてくれるというかってことですか。全然あのしゃべ隣でね、全然喋って意見してくれてもいいと思うし、はいはい、いろいろ協力し合いたいからこそ、うん、お互いのことを信じ合える人がいいよね。うん、そうだね。じゃあさ、うん、苦手な人は、苦手な人はね、ちょっとあの細かすぎる人、あまりにも細かすぎる人。なるほどね。そう、じゃあ例えば、じゃあ デート行くときに、うん、デート行くときにやめて。あ、完全に完全に言った 今してたよ俺。いいじゃん、てっちゃん、やばいわ。もう意外と減らないから大丈夫だよ。じゃあデスコ、付き合えるとしたら誰と付き合いたいか言って、叫んで。え、何の話。あ叫んで。残念。今死ぬ前だったら言えたんだけど、そうだね、もう叶えられたんだけど、叶えられるっすね。あと一歩及ばない、無念だし。あ、未練残ってるわ。あ、どうかな、こういうものだ。でも見て、ほら、ランキング。幸せの、なんやかんや。幸せの、本当だ。みんな、あの、幸せな、スローライフを送りましょう。いや。いや。いや。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。声ちっちゃいな。